性プロジェクトのアンバサダーに就任されましたが、はい、アンバサダーとしての今の意気込みお聞かせください、はい、そうですね、今結構このサステナブルとか SDGs とかいろんな言葉を聞くようにはなったんですけど、まだまだこれからかなと思うので、私自身もこれをきっかけにどん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 そういう言葉だったり活動を広げていけたらなと思います。よろしくお願いします。みちょぱさんは普段の生活の中で何か実践しているサステナビリティへの取り組みってありますでしょうか？そうですね、すごく大きいことはちょっとまだやれてないんですけど、まあなんかいらない洋服は、着なくなった洋服とかは後輩とか友達にあげるとか、なんかそういう小さいことから、あの T シャツとかも最近なんか再生利用されたで作られたものとかも買ってみたりとか、なんかそういうちょこちょこしたことからやってみてはいますね。に友達とかにあげてるんですけども、まあ今回結構ファンの方からはそういうフリマやってっていうのは昔から言われていたので、なんかこれを機にそういうものをファンの子だったり、まあそれよりもまた幅広く多くの方に出品して、チェックしていただけたらなと思います。本当ここ最近この2週間ぐらいの話なんですけど、珍しくスーパーに2回行ったのでやっぱりエコバッグって大事だなと思って、今ちょうどいろんなの見て昨日ゲットしたばっかりのものがあるので、やっぱそういうものは常日頃から普段のバッグの中、小さく畳めるやつとかもあるんで、そういうものは入れとかないとなっていうことは思いましたけど。